うわあったー。おお、なんか回ってる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 。お願いします。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。ルール説明こちらにありますので、はい、ちょっと今お待ちいただく。こちらの方に、はい、こちらを調整していただくのルール説明の方を、はい、やばいなぁ。いや、なんか説明の今 VTR 見たんですけど、第1ステージこんな長くてハードだったっけっていう、結構絶望的ですけど、まあまあまあ、あのおじけづかずに頑張ります。なんかどなたかからアドバイスとかもらったりしますか？ケイソーさんに、とにかく脚力とバランスだから、なんか例えばその階段登る時も筋肉を意識した登り方するとか、こうジャンプして登るとかっていうのを危なくないぐらいに日々取り入れていくと違うと思うよっていうふうに言って、なるほどって思いながら、結構階段は意識して登り降りしてましたけど、そういうレベルじゃない。やばい、どんと楽しんでこようっていう感じです。だって実況が同期の杉山真也アナウンサーなので、はい、応援してくれるはず。楽しみだな、なんか。待って、どういうこと？二度見したわ。どういうこと？これがサスケの会場。これがサスケか。これがサスケか。すごいわ、総筋肉量がやばいわ。いや、なんかオーディション受けた時に前の壁はいけたんですよ。あ、ゴールあそこ、あれ、あの数字出てるあそこ、そこで見に行きます。すごいクレーンカメラ。おお、フィッシュボーンだ。第一ステージですよ、これ。これ第一ステージか、これ。あのトランポリンピョンして棒に捕まって、宙降りて、宙降りてきた勢いでもう一本の棒にも捕まるって。さらにその奥にある箱みたいなのは850キロあるらしいんで、それを、850キロバーグハバーをして登って、反り立つ壁が2個ある。反り立つ壁2個だって今年で、それ登り切ったらゴール。じゃじゃーん、頭マークですか。確かに。15番大島ゆかりです。いよいよサスケの日がやってまいりました。結構この日のために私なりな努力はしてきたつもりなので、それが発揮できたらいいなって思ってます。最後にカメラ目線で、はい、今回に意気込みをお願いします。いや、もうもちろんステージ突破が目標ですが、大島ゆかりの粘り強さ、ごめんなさい噛んじゃった。大事なところで噛んじゃった。はい、アナウンサーです、ね。一応アナウンサーやってます。もちろんステージ突破が目標なんですが、大島ゆかりの粘り強さ、しつこさみたいなのを見せられたらいいなと思います。頑張ります。はい、はい、粘り強く穏やかな笑顔をあえて書いておきました。ありがとうございます。はい、いや、上がってきた。あれ、実況は？実況？これからだよ。今まだ始まってないから。そうなんだ。だから1番から20番はとりあえずやるので担当します。マジかこんなことある。やらせていただきます。いや、こちらこそよろしくお願いします。15番ね。そう、15番こんなことあんだね。 ね、いや、オーディションを受けててびっくりしたんだけど。そう、普通にオーディション受けて普通に面接したよ。キョトーンとされたけど、体は動く状態でやるから。どこまで行くの？完全制覇？完全制覇でしょ。完全制覇するそうです。完全制覇でしょ。
ここはあの、はい、どういうあれなんですか。あの2007年の同期のアナウンサーの入社という感じです、はい、でフジテレビ、TBS で、まあ内定者時代からよく飲んだよ ね。まさかこんな形で共演するとは全く思ってなかったですみんなだって TBS 集まってきてるから、我々の同期入社者、あ確かに夏目ミクさん、小川彩香さん、彩香もそう、大島ゆかりさんみんな TBS に同期入社が集まってきてる。そう考えるとすごく濃い同期だね。いや ね、 ねそうよ、頑張ってね、うん、頑張る、うん、もしファーストステージクリアしたら23年ぶりの日本人女性のクリアだから。マジか、うん、あそうなんだ、歴史の扉開けてきて、マジか、頼むよ、23年ぶり開けちゃおっかな、じゃあ、うん、頼むよじゃあね、じゃあ頑張って元気になるわ。いいわ、なんか喋れると思ってなかったんで、はい、よかった。はいはい。モチーフのカメラここ撮れないんです。なるほど。そうですね。進んでもらわないと。はい。あの何も取れないです。マジか、あっち側にね無理言うね。はいはい、空いてる、空いてるし、頑張れ頑張れマネージャーさんが短い応援してる、応援しますよね頑張れ、お待たせしました、再開します、頑張って、はい、参ります、いきまね、5秒前、4、3、2、サスケで体を張るイメージをつけたいと言っていた限界に挑戦するフリーアナウンサー、元フジテレビアナウンサー大島ゆかりさん、頑張れ、応援するとは。その大島スタートする、クワッドステップス、まさかのオーディションに参加しておっと張り付いた、ベタッと板に張り付いた、オーディションに参加しましてこの大島ゆかり合格してこの緑山の舞台を勝ち取ってきました。 NG なし体当たりのフリーアナウンサー大島ゆかり、参加ください。ここの声も大きいぞ、なかなかいいぞ、すっぽんぽん以外は NG なしという育児と仕事を両立する働きママ、グラビアに初挑戦しまして何度も重犯が決まるほどの人気ぶり、今度はローリングヒルの下り、なんとか回転させないように慎重にいく、女性の制限時間は135秒、学生時代はサスケごっこをしていたほどのサスケ好き、その愛が認められてオーディションに合格、オーディションに合格、オーディションに合格、意外となんかいけたなと思ったんですけど、ダメですね、今のことにちゃんと集中しないとダメですね。いや悔しいなあれすごい戦場な。いや悔しいけど、まあでもいい、楽しかったけど悔しいけど、まあまあまあでもなんかまずは出演できたという第一歩と、4枚の壁は越えられたという、あとやっぱね、想像以上に同期の実況が感慨深かったあとね、そっちが気になっちゃった、何言ってんだろう、杉山真也は何を言っているのかっていうのをすごい聞いちゃった。またやりたいですか。またやりたい、そのために鍛えたい、また、うん、楽しかった、シャワー浴びてきますよいしょ、お疲れ様でした、やばい、いやー体はさっぱりしましたけど、でも心もなんかすごく爽やかだな楽しかったです、楽しかったですか、うん、すっごく楽しかった、はた目から見たらあっという間だなっていう感じかもしれないけど、でも私としてはなんかすごく濃いチャレンジだったなっていう、短くとも濃いチャレンジだったなって思いますし、なんか扉が開いた感じします、いろんな傷が、顔も結構擦ってるでしょ、うわ、これご覧になります、すごい
ですよ。あ、結構そうね、すりおろした、顔すりおろしたみたいになってる今。情報、まだしばらく解禁できないから、お酒酔っ払って階段から落ちたみたいな酔っ払ってね、ねえ、怪我したみたいになってるけど、ちょっとあるお仕事ですね。しばらく押してください、はい、2ヶ月ぐらい結構ありますね。結構あるな、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。